あら、こだま、水葉川にいたんじゃなかったの？さっき戻ったのよ。京花は新人の相手。京花、ご苦労様。君は面倒見がいいから新入隊員たちも安心だろう。吹雪連隊長にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。重ねと直美だね。最初の任務にカラスが湧いたそうで、すまなかった。なぜ吹雪連隊長が謝るんですか？そっちに向かったカラスたちはもともと嵐姉さんの番記者だからね。なんとなく申し訳なくて。そうですか。訓練生時代の成績は知っている。2人とも素晴らしい超能力の持ち主だね。いろいろ外野がうるさいかもしれないが、振り回されず頑張ってくれ。期待しているよ。よかったわね、2人とも。はい、頑張ろうね、かさねちゃん。よかったな。だって吹雪連隊長はセプテントリオンの軍2等なんだよ。そんな人に期待されるってすごいことだよ。そう、お姉ちゃんを認めてくれたのなら吹雪連隊長もいい人なのね。おかえりなさい。窓から隊長たちの姿が見えたから迎えに来ました。はるかに戦果報告をして任務完了よ。これ以後は自由行動よ。訓練するなり討伐に出るなり好きにして構わないわ。もちろん休むのも仕事のうちよ。でもあんまりぼんやりしてると腕がなまっちゃうから気をつけて。すぐに救援に向かうわ。隊長、私も行きます。私も。でもいいえ、そうね。だったら重ね、一緒に来て。直美ははるかと一緒にサポートをお願い。私も行けます。いいえ、ダメよ。もしかしてランドールの家から何か言われているんですか？いいえ、あなたはさっきまでの訓練で疲れているから休んだ方がいいという判断よ。重ねはまだ気力が充実しているから。わかるわね。はい。それじゃあ菊池場へ向かいましょう。かさねちゃん、くれぐれも気をつけてね。無理だけはしないように。心配しないで。私は大丈夫よ。今、救援信号が発信された場所の位置情報を送ったわ。かげろうはそこにいるはずよ。確認したわ。重ね、急いで向かいましょう。了解。まだ強くなれる。うまくいったわ。狙っていければ効率的に討伐できそうです。私の複製能力を使うのよ。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。逃がすと思う。外角が壊れた。弱点を狙いそうね。程度まだこれからよ。ナオミを連れてこなかったのはやはりランドール家からの要請なのでしょうか。総合的な判断よ。一番は体力面ね。ナオミに連続出動は危険だと判断したわ。総合的ね。隊長は立場上はっきり言えないんでしょうけど圧力があることは明らかだわ。こんなところね。また行く。次のだかしら。こんなところね。敵が珍しいものを落としていったわよ。おいおい、かくれんぼかよ。厄介な相手だぜ。カゲロ、今助けるわ。強化お姉様、マジ助かるわ。一人だと手に余ってたところだ。重ね行くわよ。了解。地中に隠れられると手も足も出ないわね。こっちも姿を消して様子を伺ってみて。頼もしい2人が来てくれたからもう安心だな。俺はヘトヘト、ちょっと休憩してていい？ふざけてると死ぬわよ。自分の身は自分で守ってる。重大会員重ねと私で温泉カビロンが援護して。そういう厳しいところもたまらないな、お姉様。しゃあね、もう一踏ん張りするか。上手に使ってくれよ。頼むぜ、かさねちゃん。危なかったわ。今の場所が狙いどころみたい。使わせてもらうわ。借りるは強化。一体性を崩したら一気に決めるわよ。はあ、2人ともありがとう。ほんと地獄に仏とはこのことだわ。どうしてこんなところにいたの？いや、この辺りで因縁のある怪異を見たような気がしてさ。一人で覗きに来たらこのありさま、かっこ悪いのなんの。お、それよりうちの隊長を探さないと。俺を助けに来てくれてヤバげな怪異を引きつけてくれたんだ。瀬戸さんもここにいるんですか？そういうこと。悪いけどもうちょっと力を貸してくれ。体調を見捨てるわけにはいかないからな。ええ、追いかけましょう。セプテントリオンだからそう簡単にやられることはないと思うけれどね。菊千葉はね、5年ほど前に怪異の襲撃を受けて急に放棄されることになった町なのよ。空に見えるビジョンは投影装置の故障らしいわ。さすがセプテントリオンね。強化、それにかげろうと重ねか。この辺りは危険だ。どうも渡月方面で怪異の数が増えているみたいだぞ。重ね、隊長めっちゃかっこいい。惚れちゃいそう。やめろやめろ、お前の褒め言葉は何か嘘くさい。重ね、怪我は？あ、大丈夫です。よし、怪我がなくてよかった。あら、よくないわよ。セット、背中から出血してるわ。かすり傷だ。私をかばったせいですね。すみません。いや、これは俺が未熟なせいだ。気にすることはない。どれどれ、隊長、これはまずいわ。どこかで手当てしようぜ。でもこの辺りは安全とは言えないわ。ルカがいれば転移してもらえるのだけど。この近くにランドールの家が渡月に向かう時に利用していた緊急避難所があります。あそこなら安全です。今位置データを送りますね。お、こいつは助かるな。隊長、京花お姉様、行きましょう。悪いな。案内します。ここがランドール家の避難ユニットか。お金持ちは避難所も快適なんだな。いい場所だな。アジトにすれば任務がはかどりそうだ。アジトというのは？ああ、重ねは知らないか。本部とは別に各班が独自に持つセーフハウスのことをアジトと言うんだ。今回みたいに負傷したけど本部が遠い時とか任務の合間に補給や休息を取るのに使う中継地点よ。いわゆる秘密基地ね。あ、そうだ、今日からここを強化隊のアジトにできないかしら。強化お姉様は時々とんでもないことを言うな。このセーフハウスは民間人の持ち物だぜ。構いません。ランドールのセーフハウスは腐るほどありますから。それより医療キットがありました。瀬戸さん、治療しますので背中を。かなり深い傷だったわね。治療場所があってよかったわ。すまないな、手間をかけさせて。かさねちゃん、あんまり人の治療とかしたことないでしょう。何か変だった？いや、たどたどしいというかなんというか、手とか震えてたし、案外普通の女の子なのね。すみません瀬戸さん、手際が悪くて。あまりこういう経験はなくて、どちらかというと自分が怪我をする方なので。姉はこういうのが得意なんですけど。あら、ランドール家のお嬢様はじゃじゃ馬だったのね。いえ、私は養女なのでランドール家の一員としてカウントされたことはありません。重ね、ごめんなさいね。私余計なことを言ってしまったわ。まあ、どこの家もいろいろあるさ。俺なんて渡月からの移民だし、アダルト入隊だし、まあいろいろ複雑よ。アダルト？大人になってからスカウトされた海抜軍ってこと。志願兵と同じでエリートからはつまはじきだからな。おいおい、俺はカゲロウをつまはじきにしたことはないぞ。だから隊長が好きなんですよ。また調子のいいことを。それより重ね、治療してくれてありがとな。はい。せっかくだからここで少し休ませてもらいましょう。瀬戸の出血が収まるまでは動かない方がいいわ。ラッキー、早速昼寝でもしよっかな。そうだ、因縁の怪異とやらは見つかったのか？それどころじゃなかったんですって。重大怪異2匹に襲われたんだから。そうか。それにしてもお前がそんな調子だったら弁償してもらおうかね。え？何をですか？カレン連隊長からセプテントリオン入りの記念にもらった万年筆を菊池場で落としちまったみたいなんだよ。え？隊長の万年筆ってプラチナの飾りがついた高そうなやつですよね。そうそう、それだ。カゲロウの貯金で何とかしてくれるか？隊長、無理っす。ははは、冗談だよ。大事なものだから持ち歩かない方がいいんだが、手元にないと落ち着かなくてな。失敗したよ。ん？どうしたかさね？いえ、自分のせいで負傷者が出たのは初めてなので。だからそんなに気にするなって。よし、俺も休ませてもらうぞ。ナオミ・ランドールです。失礼します。ナオミ、わざわざありがとうね。俺の怪我のせいで買い出しをやらせてしまってすまないな。いえ、大丈夫です。このユニットは長いこと使っていなかったので物資も不足していましたよね。ご不便をおかけしてすみません。ナオミが謝ることじゃないだろう。そうよ、私たちが勝手にお邪魔しているんだから。お姉ちゃん、ありがとう。かさねちゃんが私に頼み事してくれるなんてすごく嬉しい。ナオミは妹を甘やかしすぎじゃないか。だって目に入れても痛くないほど可愛いんだもん。お姉ちゃんそいつは良かったな。あら、シデンったらそんな寂しそうな顔をしないで。私もシデンのこととっても可愛いと思っているわよ。別にそんな顔はしてない。シデン、ここでうまくやっているようでよかったよ。悪かったな、うちの班に転属願いを出してたのに受け入れてやれなくて。瀬戸さん、転属願い、そんなものがあるならお姉ちゃんと一緒にどうしようと思ったのかしら。別にこのままでいいのに。また重大怪異を倒したからって調子に乗るなよ。別に乗ってないわ。瀬戸さんがいるなら僕が助けに行ったのに、どうしてカサネが。カサネ、お前は確かに優秀だ。ユイトからメッセージが届いた。一応確認した方が良さそうね。ユイトからの呼び出し、ちょうどいいわ。お姉ちゃんにふさわしい男かどうか見極めないと。それに菊池場なら瀬戸さんの万年筆も探せるかも。来てくれたんだね、ありがとう。それでメッセージで書いたことなんだけど。あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。ありがとう。でも悪いけれど私の話からさせてもらうわ。え、重ねの話？あなた、好きな人はいるの？え？具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？お姉ちゃんの気持ちを悟られたらユイトがつけ上がるわね。お姉ちゃんに好かれて嬉しくない人間なんていないもの。心情調査よ。もしかしてそのために俺の呼び出しに応じてくれたのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を重ねが探してるんだ？なんでかしら。やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。え？変な顔してないで万年筆を探しながら話しましょう。あなた、それなりに戦えるのね。意外だったわ。これならなんとかお姉ちゃんを守ることができそう。重ね、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃に怪に襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜軍の人に助けてもらったんだけど、それが重ねによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え？敵だわ。戦うわよ。分かった。借りるわよ。逃げ場はないわ。次は。こんなところに。なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとうユイト、助かったわ。ところでさっきの話だけど、俺を助けてくれた海抜軍の人の件。ええ、海抜軍名簿は確認したの？もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか？そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか？どうしてユイトが子供の頃に会った人間がお姉ちゃんの作ったアクセサリーをつけてるの？もしかして今の記憶と子供の頃の記憶が混ざってるとか？ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が繭のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力ならあなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょう。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だからありえないわ。何か勘違いしているのね。でもそれなら彼、現実認識能力が危ういのかしら。そう、それじゃあこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、うん、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。お姉ちゃんを任せるにはまだまだね。それより早く瀬戸さんに万年筆を返してあげないと。それじゃあ、さよなら。瀬戸さん、これ瀬戸さんのものですよね？確かに俺のだ。どうしたんだこれ？さっきたまたま菊池場に行く用事があって、そこで見つけました。偶然です。そうか、わざわざありがとうな。とても大事なものだったんだ。戻ってきて嬉しいよ。はい。私少し休みます。失礼します。ああ、そうだな。その方がいい。おやすみ、重ね。